はい、ということでバンプ高校をやっていきましょうと、ちょっとセク1だけ超えた段階からスタートします。で、説明聞かないと。で、一応刺激で固まおー、いきなりいいスタートだ。で、デッキの方がこんな感じです。ルシファー、神楽坂、友沢、成美、葵ちゃんでサンタたちかと。で、アロマグッズと、あと友達スタンプを一応持ってきていました。すでに使ってあります。これはありがたい感じだね。取れるやつは潰していきます。安全圏、クロスファイア。伸びは無理なんで、まあそのままいきます。これありがたいですね。自然発生で4人タック。で、まあ、いかに、まあ、4人くらいですね。で、刺激のタックを踏んでいけるかが肝になるかなと思うので、ここの刺激はちょっと取っておきながらっていう感じの立ち回りになると思います。で、僕自身も何が正解かよくわかってません。まだ、これやり始めて3回目ぐらいかな。2回目は途中で退部してます。おー、素晴らしい。これは、ちょっと行きたいね。よーし。で、刺激が来るか、まあお休みをするかって、まあこのセクションはかなり大事ですね。クリスマスで回復できるんで、正月と。ここをうまく使っていきたい感じはありますね。で、これは最大値にします。あ、どうしよう。うん、最大値にしよっか。どうせ怪我率 30% ぐらいだね。ただ人が集まってたら普通に刺激するのも、まあありかなって感じですね。友沢がまだ行ってないね。一人だったら休むか。おーし、いいよ。二人以上。よし。これはもうやっていいでしょう。直取りします。いろいろと。投手と、あ、ポーカーフェイスあるのか。緩急取れないし。緩急は取れるか。ちょっと投手は置いときます。お、いいですね。体力の最大値上げましょう。どうしようかな。野球うまくなりたいにしましょうか。で、オフだからで休みます。最大値は、友沢とかでも上げられるんで。うん、なかなかうまく絡まないね。まあ取れるやつは取っていけばいいかなって思います。打たれも取っちゃうか。で、技術は頑張っていれば友沢がくれるんでね、それでいいかなって思います。やる気下げられるくらいだったら。ここは、おー、いいっすね。刺激したいね。これ2ターンですけど十分だと思います。うわー、ちょっともう一歩早いな。神楽でいいかな。ちょっと技術足んないな。友達いないし。ただ成美が入ってくれれば結構技術は入ってくる。なんとかなるでしょう。変化使わなきゃ。まあ大丈夫かな。ちょっと一回リセットして5人になってたらあれだからね。651か。
じゃあ大丈夫か。おお、危ない。変なことしようとしてた。呼吸締め覚えちゃう。ありがたいっすね。結構このセクション伸びてそうっすね。体力回復を優先します。ああシングルだけど、どうしよう。一回休むのもありだな。あーでももう刺激以外になりますね。これは踏んじゃいましょう。うん、なかなかいい滑り出しだったんじゃないでしょうか。これを続けていきたいですね。お休みだね。ワンチャン強化に切り替えてもいいかもしれないですけど、今のぐらいだったら。OK、ラッキー。二人以上。うわぁ。これは、休みます。二人以上来い。よし、いいぞ。お。まあ。しゃあないね。うん、ここの失速はちょっと痛いっすね。うまい感じでこれを使いたかったですが、おお。ね、うまい感じで使いたかったけど、しゃあないね。変化。消費しよう。ちゃんと消費しよう。休みます。まあ、基本的には刺激を持っていながらが結局基本線になるのかなとは思います。どうする、これ刺激する。でまあ2人以上、まあ、3人以上のタッグを踏んでいきたいですね、できる限り。おー、 OKOK。自然発生も絡んでいるので結構大きな点数にはなってますね。友沢もありがたいね。うん、練習レベルも上がってきたんで強奪行きたいっすね。でまだ強奪しか僕よく分かってなくて、魅了ってどうやって点数引き出すんだろうなとか、吸血どうやって点数引き出すんだろうなっていう状態ではあります。これいっちゃうか。ちょっと魅了めっちゃ邪魔だもんな。吸血か。うん、休みましょう。全くわかんない。手伝う。これ強奪にしちゃう？まだ早いかな。一発ここに踏みますか。吸血でもいいと思います。普通に最大値上げられるんでね。お、ダブルか。これ強奪いったら死んじゃうかな。282か。全然悪くないけど。これシングルで行く必要はないでしょう。精神でやり過ごしておきます。ただこのセクション点数伸びてないっすね。多分行ってても7000点から8000点の間くらいでしょう。セクニが伸びただけにちょっともったいなかったっすね。7000点ちょいかな。うん、まあこんなもんでしょう。
チームプレイじゃない。いやー失敗した。うん、刺激が一応2つで、カグラはもう終わってるからいいか、行こう。で、程よきところで刺激を踏んで、で、まあそこから伸ばしていきたいですね。ありがたい。あとは試合になんとか勝っていければいいかなと思います。ダブルタックか、まあ悪くないんだけど。てか監督許可いってないね。踏もうか。あ、綺麗。練習人数ってどういう感じなん？吸血ってな、どういう感じなん？吸血した人数？人数？魅了わからねえ。綺麗取れないんだ。臨床ないのか。普通に休みますか。そろそろ刺激に合わせておきたいですね。気分転換でいいだろう。そろそろ合わせとくか。キレ取れないけど。闘志も、うん、まだだね。まあ、いいか。うん、乾燥させた甲斐がありましたね。一応ここポイント大きいんで、あとは、まあ、4、5人固められれば、割と1万以上はいけますね。多分3000点ぐらいだと思うんだよな、普通にクリアしたら。なんでできればそれ以上狙いたいですけど。固まって。ここで来い。おお、これはうまい。いや、ちょ、邪魔しないで。うん、結構いい感じかな。タッチかは、伸びは取れないから。対強打者も今潰せなくしちゃったの、自分で。ま、踏みましょう。あ、踏まなくてよかったかな。うん、3人だね。うん、踏まなくてもよかったかもしれませんね。刺激待ちにしてもよかったかもな。うん、こっからなんか伸ばすって不可能だろうしな。そろそろ練習レベル5になってもいいんじゃない？しかしながら。ちょっと柵売りましょうか。負けるかもしれないですけど。試合にそもそも出れない。うん、そうですね。1万点は超えると思いますけど、勝っていければ。ただまあ、それ以降は分かんないですね。ほほう、助かる。なんとなく雰囲気は分かってきましたね。ただまあ、もうちょっと回数を こなさないと、なんとも言えないところかなって思います。そうですね、休むか。強奪でもいいんだけど、普通に。刺激にいっとく？強奪でよかったのかな？ちょっとわかんないですね。
まあ、こっからは運ゲーですね。低め取るか。ダメだな。1万点ぐらいだな。3000点、3600点ぐらいは出てないか。ちょっとわかんないな。ほうほう、チームがそこそこ強い。多分、セクさんがセクニと同じような流れで、まあ、5000点ぐらい出て、1万点。そこから上積みできれば、上位に入れる感じのイメージかなと思います。あとは、まあ、試合っすね 試合にサクッとで勝てるか勝てないかっていうところになってくるんだと思います。当然、うまくいってたら、ピンチャンでいいと思うんですけど、まあこれ微妙だな。1万2000、2000ぐらいだなと思ったら普通にサクッとでいいと思います。OK。これはでかい。うん、これは大きいですね、普通に。すいません。いろいろバグりました。はい。どうしよう。サクるか。赤壁。マジか。スタミナがとても気にかかりますね。うん、やっぱ低めとコントロール上げてるだけあって、そこそこいけますね。頼む、点取って。よし。ちょっと北斗だったら行こうかなっていう感じですね。どうしよう。おお、ナイスピッチ。うん、オッケーっすねー。あぶねえ。ズバズバ決まっていく。うん、まあ変化量的にそんなに言うほど経験点伸びてないと思いますね。これ1万1000点ぐらい？そんなもんいってないかもな。おお、ありがたい。どんなもんでしょうね。結構得能を取っているので、その分あるかもしれないんですけど、なんか今までやってきた経験だと、そこまで死ぬほど伸びてる感じはないですね。ここ重なれ。ここしかもうない。うわあ。あ、北斗だ。
行くか。詰め込もう。最後、いやー、重なってほしかったっすね。1万は絶対乗ってるな。ナイスセンター。おお、これはありがたいですね。めちゃめちゃうまくいってるときにこれになったし。よし、次ラスト。ああ、でもエレキの方がいいのかな。試合経験点積みたいっすからね、やっぱ。なんといっても。これは絶対勝負っすね。こんなの避けて通れないよ、正直。頼む。これは通してほしい。だいぶ変わるな。3人タックスからね。ちょっと調整します。うわー くっそー。めちゃめちゃ変わったわ、点数。500点レベルで変わりましたね うわー。そしてアラモグッズがここで役立つっていう。うわー、これ痛かったなー。これ変わりましたね、点数マジで また次ですね。今回はまあ言うほど順調ではなかったので、まあいいでしょう。味方がめっちゃ頑張りますね。なんか僕的には友澤はやっぱ外せない気がするんだよな。うわっ、嫉妬 これはまずい。せっかくいただいた1点を無下にしてしまった。みんなごめん。また点取ってください。このノーアウトはやばいな。
やっぱコンピューターレベル高いやつ並んでるんで、結構油断ならないですね。どこの打順も。うわー、くそー。逃げ玉つけた方がいいかもな。うん、よく頑張った、ノーアウトから。ご褒美が欲しかったけど、逆に点取られた。どんぐらいだろうな、これで。目安にはなると思いますね。おっと、それはつらい。うん、一応マックスですね。ただちょっと最後の練習とこれでだいぶ点数が変わりましたね。特に練習の方はかなり痛かった感じします。うん、1万2000点ですね。3000点ぐらいは手が届きそうなっていう感じの流れみたいですね。うん、まあ、いっか。関係ないよね、これ。査定振っても。あ、もう取っちゃったしね。変化球取っちゃったしね。まあ、いいでしょう。あとはまあ、同じ作業をしていく感じになるのかなとは思います。一応今180いって出ましたけど、多分このスコアじゃ全然話にならないと思うので、もうちょっと頑張っていきたいかなと思います。まあ目指せ1万4000ぐらいかなという感じですね。そのためにはやっぱり、まあ8000点くらいで折り返して、多分8000点くらいで折り返したら十分だと思うんですよ。そこからやっぱ、最終セクションで6000点ぐらいを狙うイメージかなという感じですね。ここはもうセクション2で5000稼げてたので、これは理想的な展開だと思います。そこからの上積みが欲しいですね。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価お待ちしております。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。